こんにちは。e モータースポーツ脇坂淳一でございます。フランツーリスモからですね、アイレーシングでサーキットオムズアメリカやったでしょ。そしたらですね、私ちょっとニュル24時間でおなじみニュルグリンクを走りたくなりまして、というのもですね、トヨタガーズレーシングでですね、LFA の開発で参戦させていただいたんですけれども、やっぱホーザチームということもあって、あそこでやっぱりその車作りに行ってますから、攻めきれてない領域があったんですよね。自分としてもなんか自分にブレーキがかかってたというか、その辺をですね、ちょっとアイレーシング、ちょっとバーチャルを利用して踏めてなかったところ踏んでみたらどうなのかということと、あとはGT3 車両ですよね。LFA で SP9 クラスやったね、 SP9 クラスやったと思うんですけど、そのクラスで走ってたんですけど、トップカテゴリーである GT3 車両でニュルを走るとどういう景色になるのかなということでですね、興味があったので、今回ちょっと皆さんにですね、ニュルブルリンクをちょっとご紹介しながら、アイレーシングで GT3 車両を使って、紹介したいと思います。去年のね、優勝者のね、アウディで、乗ろうかなと思ったんですけど、ちょっとピーキーすぎて、デフォルトのセッティングなんで僕にはちょっと乗れずに、ちょっと今回今初めてなんですけど、GT3 の中ではみんなが乗りやすいってよく言うメルセデスで行ってみたいと思います。それではニュルブグリンク脇坂淳一、今回は練習なしの初チャレンジです。お願いします。ピットロードから出ていきます。これ1コーナーですね、白線の内側走ります。オメラ日本の時はここをカットしてよく失格になりました。1コーナーは多分1枚で落とすんですね。これね、このままね、まっすぐ行ってここ仕切りになってますけど、レースによったらこっち VLN レースやったらこっち回ってからこっちに出てくる時もあるし、24時間の時はこっち使いますね。これレースによって変わります。向こうからね、合流してくるんですよ。さあ立ち上がります。グランプリコースです。で、普通に LFA の時もそうやったんですけど、北コースとグランプリコースだと、グランプリコースっていわゆる日本のサーキットのようなもんですよ。です、北コースノルドルシアワイフに比べて路面のグリップミューが高い分、車が大きくロールします。やっぱ北コース一周20キロ、グランプリコースが5キロあるんですけれども、20キロのところをより安全にポテンシャルあるように走らそうとすると、やっぱりサスペンションのストロークを稼ぐということと、バネが柔らかくなるんで、このグランプリコースになるとちょっとロールが大きく感じます。で、ロールが大きい分ちょっとロールアンダーみたいな感じで乗ってたのを、もう何年も経ちますけど思い出します。グランプリコースなんか走ってるとね、なんかものすごく安心して24時間なんか走ってるとね、なんか帰ってきたなって思ったりします。さあ、これグランプリコース終盤になりますね。右の高速コーナーもこれ全開です。ちょっとね、遅い車たちがいるとね、このコーナーなんかでもね、ものすごく危ないんですけれども、高速からブレーキして3速ぐらいだな、多分ここ試験員抜けて、本来グランプリコースはこれね、右にまっすぐ行くんですけど、ピットロード入り口がこの右ですよね。で、ここから左に曲がってノルドシラベ北コースに入ります。路面の幅もね、ものすごく狭くなりますし、この辺りね、雨が降るとね、多分僕世界で一番ミューの低いサーキットというかコースだと思いました。今晴れてるからそんなことないですけれども、車の挙動をよく見ててください。もうずーっと暴れてます。世界中の自動車メーカーがですね、ここで車開発するのもそういう理由で、これだけ飛び跳ねたりするような路面の中を、安全に幅のあるグリップで走れる車を作る、それがいい車っていうことにつながるんで、こういうところで危ない危ない危ない車作りが行われる理由ですね。これ多分ね、1927年ぐらいに開設やったと思うんですけど、もともとはですね、ドイツの自動車産業を発展させるために作ったと言われてます。ここジャンピングスポットです。これ何年か前にこのまままっすぐね、 GTR がここ突っ込んだんですよ。そっからね、こうジャンピングスポットなんですけど、ここのジャンプするこの角度をだいぶ削って、今はそんなにジャンプしなくなってます。で、そっから全開ですね。全開状況入ります。
ここのね、前回料金のここでね、あの今マクラーレンってスポーツカー売られてるでしょ、あれの最初の開発の時にここでね、ニック・ハイドフェルトがダイブダッシュしてましたしね。上りながらの左マイナス G かかります。上に上向きにジェットコースターみたいなやつですね。ここからブレーキング、あのカルロ・バンダムの雪降った中、あのコースアウトしながら奇跡の生還覚えてます？それここです、このコーナーです。スバルの 4WS かなんかを使ってカルロ・バンダムの腕とともに1台だけ単純クラッシュの中を抜けてきたという。ここは下ります、延々下ります、延々下りながら急にここから全開のまま上ります。ライトの構築考えてほしいんですけど、24時間走るでしょ、ライトの構築下向くんですよ。下向きながらずーっと下ってて、ライトの後軸はここ照らしてて、でも高速域でここから急にグワッと上がるから、この先で車がクラッシュとかしてたらね、見えないんですよ夜。そういうような、場所です。あ、止まってた、怒られてます。さあ行きます。ここにね、いつもね、日の丸とね、レクサスのね、看板を持ってくれてる人がいつもいたんですよ。勇気もらいました、ありがとうございました。誰か知らんけどこの YouTube 見てたら感謝します、ありがとうございました。さあここから加速します、加速しますけど、次の左コーナーに対してブレーキングポイント値が、路面がうねってます、ここでうねってます、これです、これです、これがものすごく不安定さを作ります。4速で立ち上がって3速に入れて、初めて走った時ここ大島選手と2人でね、80ノーマルのスープラで2人で2台まとめて横向いたのを入れます。はい、3速から2速。ここからリズミカルな低速区間なんですけれども、なんかグランプリコース越えて北コースノルトシュライフェン入ると、あれでしょ、あの峠道をえらい勢いで走ってるように思いません？グリーンヘルって言われてて、緑の地獄です。あのあまり言いにくいですけど、たくさんの人が本当にこのコースで命を落としてます。命をかけていい車を作るんです。さあ阿部直です。東京都、国立にありますアデナウ、あ、まあ、それは三山のところですけど、ここは本当のアデナウです。そこにもホテルがあります。アデナウっていう村があるからアデナウっていう言い方をしてます。で、これ隣のポスト書いてるかな、走ってたらね、右側にここにポストにね、番号書いてあるでしょ、10番って書いてますよね、今10番、だから10番ポストなんですよ。25キロあるから、どこを走ってるとか無線で言ってもなかなかわからないんで、あの10って書いてたのは10キロポストです。10キロポスト、今どこって言われたら、今10キロポスト抜けましたっていうような言い方をニルの中ではします。さあ10キロポストを越えて、この辺11キロかな、はい11キロ覚えてますね。ここで雨降ってたらね、ここ全開で行くんですけど、雨降ってたらここが怖いんですよ。でしかも後軸考えてください、後軸の方向しかライトって照ってませんから見えないんですよ。だからそこを全開で行くのか、アクセル緩めるのか、その先に何かあるのかって考えながら、嫌な時間が続きます。ここもずっと全開です。で次にギアを1個落として左高速です。でこの辺本当に闇です、もう 夜はもう真っ暗です。右に13キロ超えて、でこの辺りから、ギャラリーの方々が増えます。ここの丘の上にテントを作って、もう明かりを立てて、もう夜な夜などんちゃん騒ぎしてくれます。あのバーベキューの匂いとかも匂ってくるんですけど、その夜な夜な騒いでくれてる光がぼんやりとコースを照らしてくれて、闇の中戦ってるドライバーにはものすごくありがたい場所です。カルーセルです。カルーセル巻きちゃいますよ。カルーセルというコーナーです。石畳のこのカッとあるところを走ります。これニュル名物ですね。あとね、ニュルの名物はね、これコース上にいっぱいなんか落書きしてあるでしょ。これね、車走ってない時コース内にお客さん入ってきて勝手に落書きするんですよ。だから日本でいう脇坂11三条みたいなもんですよ。これをいっぱい書いて、普通サーキットでこんなん書いたら路面のミューがね、おかしくなるから、富士スピードウェイでこんなんやったら、もう晴れ口社長一発で飛んでくるぐらいなことですけど、ニルバーこれは名物です。車が走らない時にギャラリーがここへ入ってきて落書きをします。さあここから登りますよ、延々登って
延々登って、ニュルのね、標高差って 300m あるんですけど、ここがニュルブルクリンクで一番高いところです。あの何年か前に大雪が降った時があるんですけど、この最後の坂を車たちが登りきれずに、雪でスリップして登りきれずに、あの車が止まって、あのレースが中断したことあります。あの影山雅彦さんとか、多分木下さんとかこの辺で止まってたんですよ。その中へ HSR だけは登ったっていう話もあるんですけど、さあここから下ります。延々下ります。リズミカルに下りたいですね。リズミカルに、はい、下ってます。この辺もあの左サイドにはギャラリーの方々がいてくれるんで、ものすごく ありがたいです。あ、魚やりとんな、肉やりとんなとかって思いながら走ります。さあここからですね、ギャラリーコーナーですね。ここよく調子に乗ってニュルの YouTube とかでですね、素人の人たちが上から下ってきてインマキして当たってるような動画見られたと思うんです。ここです、ギャラリーコーナーです。ここです。僕が J スポーツで最近リポートして、エイミーとかサシャさんとドイツ人相手にリポートするのもこのコーナーです。ここ一番明るいですね。ものすごく夜は何名もいますけど、その明かりに助けられます。はい、ここから右に行きます。もう落書きだらけ、もうほんまに。さあここから登って、ここから下ります。本来ここずっと全開です。全開で下って下って、ここジャンピングスポットです。ここでぐーっと来て、ここでドーンとジャンプして下って、いきなり右です。ジャンプして一足落として下って右で、右でこれ左なんですけど、ここも関東があってフロント跳ねます。で今度左ながら下るんで、これも飛びます。でここから右にずーっと全開なんですけど、路面がこれだけになってるからフロントがうねります。多分 GT3 車両とかはアクセルコントロールするかもしれません。当時ね、 LFA はものすごく優秀なトラクションコントロールがついてたんで、あの辺りはね、もう延々全開でいけました。トヨタの電子制御システム、ものすごく優秀なのがついてました。ここ第2カルーセルです。そういうかどうか分かんないですけど、僕の中では第2カルーセルっていう言い方をしてます。で次右コーナー、ここ大切なんですね。ここからアクセルをどれだけ回路を開けれるかによって、ここからバックストレートのストレートの伸びが変わります。ずーっと伸びます。これね、なんかね、左端走れってね言われてました。ずーっとね、初めて走った時にハーネさんとかがね、左端走った方がいい、なんかわかんないですけど、木のところで空力でその方が伸びるとかなんか言ってました。もう今262キロ頭打ちですね。ここもずっと全開領域で走ります。ここは昔戦争の時とかは滑走路として使ったらしいです。左に全開で、こっからあそこでもね、急にね縦 G がかかります。でブレーキして、これ最終コーナーからグランプリコースに一周入ってきて帰ってきます。この時にね、いつもね帰ってくるとね、無線でね、ただいまって僕言ってしまいます。なんかね、緊張感のあるグリーンヘルからグランプリコース帰ってきて、なんかちょっと、気がホッとする瞬間ですね。ちょっと一周、そしたら行ってみましょうか。